ルデン伯爵いい香りするかな。そっちのつぼみどうかな。これはいい香りやね。紫はあれかな、甘いのと爽やかなのが足されてる感じだよね。あ、祭りだ。写真のとこで撮る。カメラ。あ、カメラ。バラって出る。これはそうそういう調べるやつじゃないか。調べるやつじゃないね。こんな感じか。手が映らん方がいいね。こんな感じかな。いいよ。バックをね、この辺に。あ、早く押しすぎた。早く押しすぎた。いやいや。意外か意外か。あ、もう一回。よし。どうやだ。どこふで。映ったやつは絶対出てくる。うん、これこれこれ、それ、うん、これ、あ、ボケボケお気に入る記録これボケてるやつはすぐに削除、削除した方がいいから、うん、メニューで、うん、そうそうそう、削除でよ、うん、で削除するの、ね、そう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 、オッケーオッケー、これ綺麗じゃん、これじゃん、うん、ね、オッケーオッケー、うん、何枚か取っていいのを残せばいいね。それでシャキシャキシャキってやって、なんかすぐシャキでできる、うん、いい色やね、ちょっといい色だねこれ。友達まだこうやって咲いてるよって言うとね、おわちって言うよ。ほらもうロシアの友達に送ったら、ほら見に来てるから。はい、じゃあ今日はこのいい香りをさせて楽しませてくれたそうちゃんとうとう剪定していこうと思います。はい、じゃあまず、うーん、この辺りかな。この辺りカットです。チョキッとして、この下から、うん、この辺がいいかな。うん、この辺からチョキッかな。よし、いいね。この辺からもチョキッといいですね。この辺からもっとして、この太いのでいくのか、もしくはこの辺で刻んでいくのかが悩みとこ。まあ、つぼみがあるんで、ここは引かずに、こういうとこで行きましょうか。ね。うん。こっち面になっちゅうから、ここかな。こうして、ここも、こんな感じでしょうか。ちょっと、この子は、少し、浅めに行きましょうね。で、うん、ああもうここ出てますね。ここでじゃあ、で芽が出てるんで、ここでカットしておきます。こうして、まあこんな感じでしょうか。うん、ほんとこの子トゲが少なくて扱いやすいですよね。でここはこの枝ヒューと切って、うん、どうでしょうか。ここら辺でいっときましょうか。はい、こんな感じで一度試してみようと思いますね。ここも、うーんと、ここも悩みどこですよね。どこ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 って感じで、あー、こっちに裏に芽がありますね。ここちょうどね、こう期待してカットしときましょうか。若干この子は深めね、浅めに剪定した部分と深めに剪定した部分とちょっと違いを見ていこうと思います。ここなんかももう、うーん、うーんここほんと悩んじゃいますよね。
ほ、これも枝カットしてあるし、そうですね、ここはもうこの辺の芽を期待して切ってみましょうか。ここ、ここはもう終わってるから、ここで切ってみますね。よし、はい、とこんな感じで一度やってみようと思います。でこちらの方はまだ花が咲いてるんで後でやりますというところで、はい、こんなところでそうちゃんの剪定は終わりにしときますね。こちら一応前もって肥料をあげときましたから、そこからどうでしょうか、1週間ぐらい経ってますのでちょうどいい感じに肥料が回っているんではないかなと思います。はい、はい、今日も即席ブーケ作っていこうと思います。はい、今日はこの、うん、フェルゼン伯爵いいですね。こちらとフェルゼン伯爵と、そしたらこの綺麗な、うわすごい綺麗ですよね、この二人組、うーん、オーヒアントワネットとフェルゼン伯爵、なんでしょうこの美しさは。そしておっとっと、こちらの、うん、アンドレいいですね、ベルサイユ3人組いいですね。よいしょ、おっと芋虫発見、補佐つってよしからの、さあどうしましょうか、あの上の方で一輪咲いてるユーリクソンにしましょうか。それはちょっと取るのが大変ですね。行ってみます、よいしょよいしょよいしょ、さあこの脚立を使ってガラ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 、よしこの脚立を登っていきましょうか。さあヒューリクソンに会いに、よいしょ、どっかせ、さあ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 、ヒューリクソンどうだ、うわ超大輪すごいね、このヒューリクソン、一緒にカットしておきましょうか、次の目もありますからね。よし、うわすごいですねこの大輪ヒューリクソン、いやうわいいですね、うんいいですね、よいしょよいしょ、うん、一文字せせちゃんおる、かわいらしい、ね、本当だね、うん、目がかわいいの、大きいよね目がね、え大きな目してね、お、いいね、でそうそう、でここをちょっとこう押すとピントが合うからさ、あ、いいね、うん、持ってよか、あのつぼみも撮りたかったけど、じゃあちょっとあのつぼみも撮りたかった、角度が難しいね、こうか、これがいいか、あ、いいじゃん、あ、よかったね、うん、でここを見るか、そうそうそう、
おいいじゃん。あいい。いいね。綺麗だね。アイドルでこれ。うんそうそう。ヘラザード。綺麗に咲いてるね。わ綺麗だね。確かに。と香りがと。いい香りしとる。すごい。あ、オデッセイヤー咲いてきたね。香ってる。香ってる、そんなちっちゃいくせに。一丁前に香っとる。そうか。ああ、これ下からも出るし、上からもやっぱり出たね。ここね。これぐらい出てくる。ああ、じゃあいいね。こうカットするとまたこうしっかりやり直しができるってことだね。切ったとこからとこの横からとま。すごいね。緑っぽくなってきた。なってきたね。本当だ。すごく。と思いきや、こっちの同じ時期に切ったオクラホマは。あ、本当だ。出てるよ。こっち。あっちほど盛大ではないけどね。出てるね。ここまで取るね。本当だ。ねえ。目がいいやろ。お目がいいね。おいでになってる。ちゃんと。そうか。ねえ、ハーモニー。ハーモニー。いいですね。ああ、いい香りです。最高です。じゃあ、このヒューリクソンに負けないほどの大輪といったら、大輪といったら、こちらの出たマダムメイヤン。うわー、負けずを取らずですね。この大輪加減いいですね。昨日も暑かったのにこんなに綺麗に咲いてくれるんですよね。すごいです。あー最高ですね。とても綺麗です。さあ次は、次は大輪つながりのシャンテロゼ、ミサト様でも言っときましょうか。どうでしょう、このミサトも大きかった。うわ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 、持ちきれない。いやこれすっごい、今日はすごい。そしてからの、さあクロードモネいきますか。ちょうど下に咲いてくれてました。よし、じゃじゃん。うわうわ、今日もとってもボリューミーです。いいですね。うわこれはすごい。さあ今日もいつものステージに行きますか。行きますね。ラップ2でしょう。さあ今日はどうか。たた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 。さあ青空に映えます。色とりどりのバラたち最高です。いいですね。さあ今日も頑張って仕事に行ってきますよ。はい、バラたちと一緒に出勤です。